で、まあちょっとまあ、まあここに書いてあるんですけど、パニガーレ V4R、これファクトリーって書いてあるんですけど、これまだ私はちょっとこれ速報だけなんで、まあわからないんですけど、あ、でもその前にちょっとごめんなさいね、それまでに香山チーム香山さんから、コメントが出てますね。これまで鈴木のマシンでレースをしていた香山さん率いるチーム香山が2024年にはチーム体制を変更することを発表した。 SNS では長年のサポートをしていただいた鈴木様に感謝を伝え、車両メーカーの変更をお知らせいたしますと。来期の活動はドーカティ車両に変更して挑んでまいりますと書いてますから、まあ鈴木さんで長らく本当にまああれですね、レースベースに鈴木さんのバイクでレース活動していたんですけどっていうところですね。この新しい参戦マシンのドーカティパネガール V4R ファクトリーなんですけど、これがですねちょっと私はまだ速報段階なんで、なんともちょっとまあ語りところ難しいんですけど、これ2024年の最新型のファクトリーマシンなのか、それとも2023年型のいわゆる年式のうち1年落ちのファクトリーマシンなのかちょっとわからないんですけど、ここのところは速報段階だからわからないですけど、どうなんですかね。これ当然のことながら、あの日本のドーカティの法人が動いていることは間違いないんですけど、このドーカティ V4R ファクトリーって書いてあるこのファクトリーの意味合いがですね、最新型のファクトリーマシンなのか、それとも1年落ちのファクトリーマシンなのかというところは非常に、気になるところではあります。で、まあ、あの当然ワールドスーパーバイクと違ってですね、ワールドスーパーバイクは確かピレルのワンメイクですから、全日本に参戦するとなればですね、当然タイヤメーカーはピレルじゃなくなるはずなんで、その日本でのレース界における、タイヤ日本の、レースにおけるタイヤとの相性ですね、選択もちょっと興味がありますね。どこのタイヤメーカーを選ぶのかっていう、まあブリヂストンなのかな、まあ、ちょっと分かりませんけど、どこのタイヤメーカーを選ぶのかっていうのも興味がありますね。それで、私は知りうる限りですけど、多分ですけど、日本のですねレース界に最高峰のクラスに海外の、いわゆる最強のチャンピオンマシンがワーク参戦するとなればですね、これは日本レース史上私は知る限り初じゃないかな、多分初めてだと思います、ね。まあ、今までですね長らく、日本のバイクメーカーが世界のレースで、まあ、席巻してきてたので、勝ってきてたので、日本のバイクメーカー、日本のレースイコール世界のトップバイクでレースをするレースという日本のレースの位置づけだったんですけど、近年ですね、まあ、あの日本のバイクメーカー勝てなくなってきて、日本のレースがイコールですね世界最速バイクのレースということにはならなくなってきているので、だから現状ですねスーパーバイクに関して言えば、まあ、ドーカティがまあ強いですから、ドーカティ現状最強のドーカティがですね、参戦するとなればですね、これはちょっとまあ黒船襲来ということになると思いますね。これはちょっと2024年シーズンのレース展開が、どのようになるかというのがですね非常に、気になるところで注目したいと思います。ありがとうございます。